はい、ということでここで一つ番組からお知らせがあります。6月5日6月12日分の放送は私がお休みをいただくことになったので、この2回分は私の代打としてホロライブのさくらみこさんがいらっしゃることになりました。みーちゃん、へへへ、休みさせていただきますよ。お休みはいいんですよ。うん、ゆっくりします。どんな人が来るんですか？いやどんな人だと思いますか？いやもうすごい いっぱい喋ってくれる人なら大丈夫です。みこちゃんは、うん、ちなみにちょっと人見知りなとこはあるけど、でも、うん、面白いと思う。結構引っ張って話してくれると。だから多分ね、人見知り相手だったら、うん、ファミコが頑張んなきゃっつって頑張るんじゃないか。優しい。やだな。でも初めましての人、多分ね、でも仲良くなれると思いますよ。まあ、でも歴代来てくれた人たち皆さんの人たちだったからな、ね、そうだよ、きっと大丈夫でしょう、スイちゃんの紹介なら。うん、そうです。それからまあメールもね、さくらみこさん宛てのとかも、あ、確かに、どしどしお待ちしておりますので、うん、お待ちしております。スイちゃんゆっくり休んでおいでください。はい、うん、ということで今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星持水星と田所あずさでした。バイバーイ。